北方領土でのミサイル演習で使用されたのは、ロシアで最も強力な防空システムの一つ S-300V4 で、元島民からは反発の声が上がっています。ウクライナの、制裁がその反発 だとは思いますけどね。この今の北方領土問題についてはね、平常通りに今以上に厳しくね、これから取り掛かっていってほしいなと。また防衛省は昨日、ロシア海軍の艦艇10隻を襟裳岬の東北東およそ180キロの海域で確認したと発表しました。その後10隻は津軽海峡を太平洋側から日本海側に通過したということです。防衛省としてもウクライナ情勢を含むロシア軍の活動について引き続き緊張感を持って情報収集、警戒監視を実施してまいります。